南海8200系電車とは南海電気鉄道が保有する一般車両の位置系列である1982年に営業運転を開始した。ここでは更新車である南海6200系電車50番台も記述する三日市町橋本間の複線化工事の進展で運用数が増加した高野線区間運転用として工事の進捗や 需要の増加に合わせ1982年、1984年、1985年に各一編成ずつ、東急車両製造で製造された、高野専用、オールステンレス製20メートル給料開き4扉、通勤車である、1975年に試作された、電気紙直波制御車である8000系の使用実績を踏まえた上で、 8000系と同様に電気子直波制御装置を採用した車両を導入するか、堺地直波制御装置を採用した車両を導入するかが検討された。製造費、電力費、購買線における改正効率、平坦区間での高速走行特性等を考慮して、総合的に低コストな堺地直波制御が難解で、初めて採用された。 現在までに存在したのは6両固定編成のみだが、導入当時は、基本組成を 2M 2 T の4両、または 4M 2 T の6両とし、それらの組み合わせで4、6、8、10両と、多様な編成を組めることを目指していた。2013年以降、更新工事を受け、現在は製造された18両すべてが6200、計50番台へ編入されている。 6両を固定編成が3編成、合計18両が製造された。8200系であった時は、同形式、異形式関係なく、並結は行われていなかった。2015年現在、工日の更新工事を受け、全車が6200系50番台へ編入され、6000系、6300系の2連車と並結し8連を組むことや、理論上は6200系とも、 平結可能となった、奇数車終電装置、主制御器を搭載する、偶数車から149馬給電動発電機、空気圧縮機、蓄電池を搭載する、無塗装時代の8200系車体は、有限要素法による、軽量ステンレス構造の採用によりさらなる軽量化が図られているが、側面腰板部のコリゲーションは従来通りである。 窓配置は既存の6200系などを踏襲し、クハが D1D2D2D2D1、モハが 2D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 1 で飛ぶ黒窓はなく、モハは車端部の窓が1枚の方がナンバより、2枚の方が橋本よりとなる。全面デザインも6200系のそれを基本とするが、つま面と側板や屋根板の接合部分に、 FRP 製の縁飾りが取り付けられ、いわゆる額縁状のデザインとされたほか、前面窓の可変が引き下げられて大型化したため、ごくわずかな変更ながら印象は6200系と大きく異なる。竣工当初は各編成とも無塗装仕上げであったが、関西新空港開港に伴う CI 戦略により、オレンジと青のストライプを重複した現行標準塗装に変更された。 最終装備の一本は当時製造が始まったばかりの9000系と同じ衣装が取り入れられ、車側等が縦型に変更されている。この他全面の額縁の形状も9000系と同一のものに変更されている。アコモデーションは6200系に順次、シンプルなロングシート車である。車椅子スペースは設置されていない。百八十四年三月竣工の千七百三回からは、 釣り手棒を受けの形状が変更されている。冷房装置は従来通り冷凍能力 1500kcal ロロ、H の三菱電機 CU-191、A 型集約分散式を各社4機ずつ搭載し、車内には混雑時の冷房効率を高めるための補助、送風機として三菱電機開発のラインデリアが新たに4台設けられた。しかし、最終増備の1本は、 ロータリーコンプレッサー搭載の CU-191B に変更されている。堺地直波制御機の動作の関係で、直流副換式整流子電動機の三菱、電気メガバイト -3280、32 AC 型がもはにかく4機ずつ搭加されていた。駆動システムは、WN 式平行、カルダンドライブ、波数比は85,16である。 三菱電機 FCM-218 から 15MRDH 回自直波制御機をモハの奇数車に2機の東洋電気製造 PT-4803AM 型下枠交差式パンタグラフと共に搭載していた。この制御機は通常の電動カム軸式抵抗制御機と GTO 素子による高い直波制御機のペアで構成され、 高の線の勾配区間での使用を前提に、通常の改正ブレーキに加え、そもそも即改正ブレーキ機能が追加されており、発生電圧課題等による改正執行時には、車載抵抗機による発電制度に自動的に切り替わる機構を搭載して、非常時のフェールー不正を確保する設計となっている。1984年3月竣工の8703回からは、 立行時か並列切り替え時のショック防止策もなされ、1987年11月には、モニタ装置も制御装置の外側に追加された、従来通り、2枚の板バネで軸箱を支持する、平行支持板式の、ダイレクトマウント空気バネ台車である、住友金属工業 FS-392-B092 を装着する、HSC 電磁直通空気ブレーキに、 改正制度との同期機能を付加した HSCR を搭載する 6200K50 番台改造中の車体 VVVF インバータ制御が主流になった近年、需要がなくなった堺地直波の更新部品が徐々に製造されなくなり部品調達困難な状況となっていた。そのため、危機更新時に堺地直波のままの更新を断念し、 新調の VVVF 制御方式に変更する方策が打ち出された。これにより、8200系は制御機器積み替えを主な工事とする大改造が施されることとなった。2013年から6200系4年に続いて更新工事が始まり、同時に6200系50番台への改版が行われている。6200系と基本的には同じ内容であるが、 独両編成であるために内容が見直されている部分がある。内の番号は8200系として製造された時の番号、サハ 685X を名乗る形式は2代目、6100系の付随者だったサハ6851、型は6300系へ改造された際に、サハ6401.6451がへえ、改版された。なお、 6200系50番台以降の新型式車については系列の中での電動車、制御車、付随車等の付番を以前の XXX1 系標準から XXX0 系標準へ変更している。2013年11月に8703回から改造された6551回が更新工事を終えて出場し営業運転を開始した。 その後2014年10月に6552回が、2015年10月には6553回が、それぞれ更新工事を終えて営業運転についている。これにより、8200系は形式としては消滅したことになる。また、南海で三菱電気製主制魚器を使用する車両もなくなっている。更新工事により、 システムが6000系や6200系などとほぼ同じになり、これにより従来の6両編成での運転のほか、6000系や6300系2連と並結して8両編成での運転も可能となった。このため8両編成の列車にも使用されていて、ナンバー側から4両目に当たるモハ6250型には女性専用車ステッカーが貼られている。平日朝ラッシュのぼりの休校。 区間急行は、この4号車が女性専用車となる。またシステム上は、従来の6200系、または6000、6300系4連と並結した重量編成も、蘇生可能であるが現行ダイヤでは重量編成で、運転される列車はない。ありがとうございます。